おお、来たか。お気をつけて行ってらっしゃいませ。ポイズンウェルミスが？ええ、仮想で大量発生したらしいと遠征隊から先行して戻られたバナルガンドが。うちの被害も著しく、一刻も早く解毒薬を集めて18階層へ運びたいんです。18階層？リビラの外でキャンプを張り、被害者を治療しているそうです。ただリベリア様お一人では拉致が明かず。わかりました、すぐに契約の証文を用意なさってください。え、ベートローガ様が先行したということは、まだリビラの商人は戻ってきていないはずです。彼らが来ればポイズンウェルミスの解毒薬が高騰する可能性があります。その前に私どもの持つ在庫を抑える契約を。今でしたらまだ相場通りでお渡しできますので。わかりました、すぐに戻って用意します。いいんですか、アミットさん。ロキファミリアはオラリオの支柱です。彼らを失うことは許されません。あなたも今のうちに在庫のありそうな場所を当たって解毒薬を集めてください。私どもやロキファミリアが動いているとなれば、それだけで価格は上がるかもしれません。できるだけ早く。ですがディアンケヒト様は？そちらは私が引き受けます。今は少しでも多くの薬を抑えることが先決ですから。あ、はい。さて、私も。ポイズンウェルミスの体液、もうあまり残ってませんが、少しでも解毒薬を生成しておけば彼らの助けに。その方向、ここでついにと知れ。私のものだ。剣を答えてくれ。その方向、ここでついにと知れ。しゃあ、これで最後。大量発生と聞くと少し心もとないかもしれませんが。ん？どうした、アミッド、何をしておるのだ？ディアンケヒト様。商品の手配を。そんな大量にか？もう素材が尽きておるではないか。はい、ロキファミリアから発注がありまして。ロキファミリアから？何やら金の匂いがするな。ディアンケヒト様。よし、アミッド、奴らから踏んだくるチャンスだ。解毒薬の値段を相場より上げて。もう契約は終わっております。なーに？相場に従った価格で提供するという契約書もここに。何？では私はこれで。待て、アミッド、話は終わってないぞ。どこへ行く気だ？ポイズンウェルミスの毒は私の魔法でも処置できます。18階層に赴いて少しでも彼らの助けを。ならん、ならん。そんなところまで面倒見てやる必要などない。その方向、ここでツイールと知れ。
では、私が救援に向かうという条項は、契約書から外してもらわなければなりません。当たり前だ！お前自ら、そんな危険な場所に行くなど。こちらの都合による変更ですので、解毒薬の値上げまでとなりますと、今後の関係性に多大な。まあ、仕方ない。ありがとうございます。アミットさんの予想通り、あの後すぐポイズンウェルミスの解毒薬が高騰しまして。早めに動けてよかったです。皆さんにもご分をとお伝えください。はい、必ず。さすがですね。ディアンキヒト様まで説得してしまうとは。本当は私も駆けつけたかったのですが、18階層まで戻られているなら、あの方たちが苦戦することもないでしょう。ええ。都市最強派閥ですからね。彼らなら散歩する程度の深さです。ただ、気になりますね。ポイズンウェルミスの大量発生、何事もなく収まってくれればいいのですが。油断なさらないよう。アミットさん！またですか？はい。例のポイズンウェルミスの大量発生がまだ継続しているようでして。そうですか。ポイズンウェルミスの体液を収集するクエストは何度か出しているのですが。やはり前回のロキファミリアの件で備蓄分も使い果たしたというのが聞いてまして。わかりました。姿勢の様子を確認し、少しでもドロップアイテムがないか探してみます。なら私も。一人で大丈夫です。あなたは治療院の方をお願いします。まずは18階層での当事者だったロキファミリアに話を聞くしかなさそうですが、あの方たちは遠征の後処理で多忙でしょうし。この肉とこっちの魚、神様はどっちがいいかな。あれは？18階層の様子ですか？ええ。あなたは18階層で、ロキファミリアと寝食を共にしたと小耳に挟みましたので、当時の様子を教えていただけると。あの一件は、ギルドでも観光令が敷かれているらしく、詳しいことは調べようもありませんでしたから。その方向、ここでツイールとしてみせる。そう言われても、僕は助けてもらっただけで、皆さんの内緒までは。そうでしたか。失礼いたしました。あ、そうだ。え？僕はよくわかりませんけど、さっき市場で、リビラのボールスさんに会いました。あの人なら詳しいんじゃないかと。市場ですね。ありがとうございます。ああ、いえ。ああ、そうです。先日、青の薬舗の一件では、失礼いたしました。え？もしよろしければ、今度、私どもの治療院にもいらしてください。では、これで。ナーザさんが言うような、悪い人には見えない。いいぜ、ドロップアイテムだよな。取れたての新鮮なやつだ。それと現状大量発生がどのようになっているのかも教えていただけると
おお、お安い御用だ。じゃあ値段はこれくらいで。これは？私も力に。必ず手に入れてみせる。これは今の高騰した相場よりさらに。私も力に。あまり期待はしないで。来ます。矢呪いんだぜ。そいつはリビラ価格さ。あっちに持ってきゃそれ以上の値で売れるんだからよ。さすがに暴利では。市場価格なんだ知ったこっちゃねえ。俺らは買いたいやつに売るだけだ。買う気がねえならとっとと帰んな。それがローグタウンの作法ってやつさ。人命には変えられません。わかりました。買う必要はない。ゲッ、ナインヘル。わざわざ追い銭をくれてやることはない。協力なら我々がしよう。リベリア様。水臭いな。そのような話であれば我々を頼れば話は早かっただろうに。すみません、遠征後の後処理で今はご多忙だろうと思いましたので。気を使いすぎだ。忙しいのは外交能力が高い者だけ。暇を持て余してる者もいるぞ。それにしてもまだ収まっていなかったのか。ポイズンウェルミスの大量発生は。あ、テアサナーレ氏と、リベリア様。あなたはギルドの。エイナか。どうしたこんなところで。実はテアサナーレ氏、いえ、ディアンケヒトファミリアにクエストをお願いしたいと思いまして。クエストを？ポイズンウェルミスの解毒薬を？はい。地上は愚か、リビラでも在庫が尽きて暴騰しているようです。特にリビラでは、あまりの高騰に解毒薬を買えず、足止めされる冒険者も増えてきているようで。人命より金儲けか。浅ましい話だな。ギルドとしては市場を落ち着かせるためにもできるだけドロップアイテムを確保したい次第です。道中可能であればリビラの冒険者も治療していただけると。わかりました。お受けしましょう。本当ですか？助かります。ポイズンウェルミスの猛毒に苦しむ方々をこれ以上増やすわけにはいきません。それに人の弱みにつけ込む商売がなくなることはないでしょう。ならばせめてヒーラーは弱者の希望でありたい。ありがとうございます。ダメだ、ダメだ。ですが、これはギルドからの。どこであろうと関係あるか。そんな危険なクエストにお前を借り出せるわけがなかろう。誰か適当なやつを見繕えばいい。お前に何かあったらこのファミリアはどうなる。お前が普段から言っているオラリオに十分な質と量の薬を供給するという使命は誰が果たす。アミットに何かなんて起きないわよ。何？ティオネさん、アイズさんも。なんだお前らは。
リベリアがアミットを助けてこいって、ね、貴様らクエストの上前をかすめとる気か。お金なんかいらないわよ。え？前相場通りの価格で解毒薬を大量調達してくれたお礼、これなら文句ないでしょ。損して得を取れ。な、何をわけのわからないことを言っている。よくわからないですけど、でも極東の人が教えてくれた商売のおまじない。アミット行こう。はい。待て、お前らまだ話は。言ったでしょ、アミットには傷一つつけさせない。第一級冒険者が二人もいるのよ。これでもご不満？ぐぬぬ。ディアンケヒト様、行ってまいります。無事に戻ってこい、それだけだ。お二人ともすみません。謝られることなんてないわよ。アミットにはいつも助けてもらってるから、今度は私たちの番。アイズさん。で、とりあえずリビラに向かうでいいのよね。はい。重症者を助けなければ。ええ、私たちと同じことになってる連中を放っておくわけにもいかないしね。ではお二人ともよろしくお願いいたします。うん。その方向、ここでついえると知れ。敵を答えてくれ。暗黒の時代を覆す光を必ず手に入れてみせる。お、来るのか。瞳はいろんなことを教えてきます。すまない、デアセイント。いいえ、もうしばらく安静にしてください。いずれ動けるようにもなります。これで終わりね。あとはドロップアイテムを手に入れれば。はい、行きましょう。ちょっと休まなくていいの？不要です。こうしてる間にも被害に遭っている冒険者がいるかもしれません。それにしても、まだポイズンウェルミスのイレギュラーが収集してなかったとはね。ドロップアイテムの値段を聞いて驚いたよ。思わず転売屋になろうかって考えちゃうくらいにね。少し遅かったな。もうすぐその問題は解決するはずだ。そうなのかい？ティオネとアイズがアミットの手伝いに行った。ドロップアイテムを集めるためのな。なるほど、解毒薬の確保か。だがそれだけじゃ市場価格は戻りきらないだろう。戻るさ、あいつは存外に劇場家だからな。お、来るのか。さあ、行きます。撃ち払え。ほら！テンペスト。
お二人ともさすがです。そりゃオラリオ最高のヒーラーが後ろに控えててくれるんだから怖いものなしでしょ。あ、ドロップアイテム。ねえ、これだけ集めればかなりの量が作れるんじゃない？いえ。量は十分でしょうが、今のままでは毒に侵される被害者は減らないでしょう。それってもしかして。はい、行こうと思っています。このイレギュラーの中心へ。ちょ、アミット、そんなのクエストに含まれてなかったでしょ。ですがこのままではイタチごっこです。また薬も枯渇するでしょう。そうは言っても、私はあなた方が危機に陥るのを見たくありません。え？ここへ来るまでに治療した冒険者たちもそう。元凶を一刻も早く取り除かなければ苦しみは途絶えません。アミット、ポイズンウェルミスの毒は私の魔法で解毒できます。ですからここからは私一人でも。何よそれ、ふざけんじゃないわよ。いくらオラリオ最高のヒーラーって言ってもあんたはレベル2でしょ。身の程をわきまえなさい。仮装に一人で行ったところで死ぬのがオチよ。ですが。なめんじゃないわよダンジョンを。どれだけの冒険者が無謀な真似をして死んだと思ってるの。あんた一人じゃ死ぬだけなら方法は一つでしょ。私たちを巻き込みなさい。その綺麗な顔に似合わず、あんたって本当に強情なヒーラー。止めても無駄よね。付き合ってあげるわよ、もう最後までね。うん、シナバン、モロトモ、アイズ、それは多分絶対に違うわ。ティオネさん、アイズさん、はい、お願いします。私に力を貸してください。お、来るのか。すべては手のひらの上。本当にキリがないわね。あ、何よあれ、大軍の一言じゃ片付けられないわよ。気持ち悪い。通常の数倍の数が集まっていますね。おそらくあれが元凶ってわけね。来ます、支援はお任せください。ええ、行くわよアイズ。ここで必ず排除します。大物だな。さあ、悲劇を答えてくれ。力に。劇場か？あのデアセイントが？そうでなくては治療だけを続けてランクアップするほどのエクセリアを獲得するなど無理な話だろ。なるほど、確かに思いの強さが彼女をあそこまでのヒーラーに育てたってわけか。ああ、だから我々は待っていればいい。あの子たちが帰ってくるのをな。無茶しすぎよアミット、前線で解毒魔法を発動しっぱなしなんて。もしあんたに何かあったりしたら。お二人が必ず倒してくれる、そう信じていましたから。
面と向かってそんなはっきり言うんじゃないわよ。もう怒るに怒れないじゃない。私も怒りたいけど、お前が言うなってリベリアに言われそう。では少々お待ちください。仕留めた分のドロップアイテムも収集してしまいます。まったく、とんだ友人を持っちゃったわね。でもアミットはあれでいいと思う。そうね、戦場の聖女、誰が考えたかは知らないけど、その通りだわ。